皆さんこんばんは、 MK です。任天堂ラボ VR キットパート40やっていきましょう。前回に引き続き VR 広場で遊んでいきたいと思います。今回使う風車トイコンとシュノーケルトイコンはメインチャンネルではなくサブチャンネルの方で作成しているので、まだ見ていない方がいたらぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。それでは早速やっていきましょう。17番風車を吹いてみよう。風車をふうふう回そう。回してみるとカラフルな玉がたくさん出てきたぞ。で、今回なんですけど、あの風車トイコンは息で吹いているんじゃなくて手で回しています。あの息で吹いちゃうと実況にならないので。で、これ壁も壊せるみたいなので壁も一通り壊してしまいましょう。 OK。 そしたら R ボタンで玉を切り替え、ちょっとやってみるか。 R を押して玉を切り替えると、なんだこれ、めちゃくちゃでっかいバルーンみたいな玉が作れるようになりましたが、これだと狙いにくいのでまた切り替えましょう。そうすると速攻だな、これめちゃくちゃ速い玉が出てきた。これで全部風船を割っていきたい。中に人が入ってるんだな。全部解放してあげましょう。 OK。 あとこの看板が壊せるみたいなので看板も壊しておきましょう。おー、あー待って、当たんない。壊れるよね、壊れた。よーし、じゃあこのゲームはこれくらいにしておきましょう。パパッと今回もやっていきますよ。18番風車で狙い撃ち。吹いている間矢が飛ぶよ、一息でたくさん壊せ。なるほど、一回の回転で全ての的を壊すんですが結構むずいぞこれは。12個壊したよ。息でやると長くできそうだけど手で回すとなかなか厳しいものがありますね。いけるかいけるか。うわ待てよ、難易度高すぎないか。13個壊したよ。これは長くやるというよりも一発で全部割るっていうのが大事だ。あ待って待って待って、いけるかもしれない。ラスト上が間に合わない。これで21個、やばいな。次で壊せなかったらやめましょう。一息でたくさん壊せ、いけるか。全然当たんない。7個壊したよ。やめよう、これはちょっと難易度が高い、やめます。よーし、次のゲーム行きましょう。まだ風車ですね。19番風車でくるくる回せ。これは？はい、おー白い玉がたくさん出てきて風ってことだな。風を吹かせていろいろ回していくみたいですね。ヘリコプターが飛ぶぞ、すごいすごいすごい。ヘリコプターを飛ばして、なんで爆発した？着陸すると爆発するみたいだ。で、このメリーゴーランドもくるくる回しておきましょう。このプロペラ気になるな。このヘリコプターすごいとこまで行っちゃった。大丈夫？これはお相撲さんに扇風機の風を当てると涼しいと言っていますが、これは何だろう。特にあと遊ぶものはなさそうなので終わっておきましょう。はい、次風車の最後、20番風車で膨らませろ。これは何だ？風車で膨らむよ。この風船をふーっと膨らませるってことか。なるほどなるほど。待て、なんか弾とか出てこないから狙いが合ってるのかわかんないね。風船になって飛んでいくんだ。オッケーオッケー。じゃあこれで全部膨らましていきましょう。君は？あ、気球か。ちょっと遠いな。あの風船膨らむか？あのね、狙い定めるのがめちゃくちゃ難しいのこれ。ちょっと待って、上方向に吹いていくけど当たってねえな。もうちょい下？あ、ちょっと当たって大きくなればこっちのもんよ。いけ、ラスト。オッケー。なんなんだこの気球は。おお、なんだ声が聞こえる。え、なに？さっきの人？さっきの人の声が聞こえる。これはすごい勢いで飛んでくんだね。ってことはこっちも多分膨らませるとすごい勢いで飛んでくんだね。あと風船はなさそうですが、このオレンジ色の風船は特に意味ないか。じゃあやめましょう。これで風車編終了ですね。次はカメラやっていきましょう。カメラで時間を止めて撃て。どういうこと？時間を止めて撃つのか。なるほど。これで来たピンク色の弾を全部破壊していけばいいんですね。これひねるとね、ズームすると止まるんですよ。時間止まるっていうかゆっくりになる。はい、撃って上も撃って素晴らしい。あと15個結構あるね。でも待って、ちょっとこれ楽しいぞ。そこの弾も撃っていく。逃しても一応大丈夫なのかな？
特にミスらずに打てっていうことではないと思うので、ここもはい止めていく。待って、ちょっとこれ楽しいぞ。はい、ここで止めて打って、ここ狙って打つ、素晴らしい。奥もちょっと来てますね。ここで止めて、あと5個いけるぞ。こいつとこいつと、あとはどこにいる？3つ来ました。ワン、ツー、こいつがスリー、素晴らしい。20個クリアしました。この黒いやつ気になるな。黒いやつも打つと動くだけかい。じゃあやめましょう。はい、次カメラの2番目、カメラで大砲発射。これはなんだ？あ、待てよ。この大砲に狙いを定めてズームして撃つ。なるほどなるほど。あのね、ズームするとこの角度が動くんだよ。で、あのシャッターを切ると発射。これで宝箱を全部撃てってことだと思うんですが、なかなか難易度高くない？待って、ちょっと難易度高いわ。連続で撃っちゃいます。連続で撃っちゃうと何か当たると思ったんだけど、当たってないね。もうちょっと撃てば当たるでしょうか。当たった、素晴らしい。反対側もあるか。あ、なるほど、こういう感じで大砲を切り替えていくんだ。これは何を狙っているんでしょうか。君じゃないよ、あの奥か。めちゃくちゃ高いじゃん。連続で撃てば一発くらい当たるでしょう。当たらないね。結構シビアですね、角度が。本気撃てば当たるでしょう、1個くらい。 OK。 じゃあ次、この戦車というか大砲行きましょう。ここも結構高いな。高い位置にありますよ。これで当たりましたか？当たってない。んっ、当たった。じゃあ次はこいつ行きましょう。こいつで狙う。こいつはね、近いからなんとかなるわ。その近いやつは連打しなくても当たる。反対側も当たるか。反対側も当てていく、素晴らしい。あと宝箱はそいつか。これで狙っていきましょう。これも連打しなくても当たりますね。あと1個あるぞ。これは、あー、角度か。待てよ待て待てよ。当たったでしょうか。 OK。 はい、これで宝物は全て入手しましたね。今のゲームは普通に面白かったぞ。よし、これでカメラ編が終了。シュノーケルやっていきましょう。はい、シュノーケルで変な顔。シュノーケル、おお。今ね、シュノーケルを机の上に置いているんですけど、あー、なるほどなるほど、動くと変な顔になるのね。おー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 、これは面白いな。で、シャッターで発射って書いてあるので、ちょっと発射してみましょう。何が発射されるんでしょうか。待てよ、シャッターを切るのか。はい、おお、なんだ、バスケットボールみたいなやつが出てきて、なんかうなり声を上げていますが、目に当てればいいのか。目に当てて、なんかすごいかわいそうな声してるけど、連打しちゃう。連打しちゃう。目がもうとんでもないとこ行ってるけど、うわー、なんだ、倒したってこと。何発か当てれば倒した判定になるんですかね。何発当てればいいんだろう。っていうか、他の部分は特に意味ないのか。目だけっぽいな。目だけですね。じゃあ目を狙ってしまいましょう。待って、ヒゲは？上のヒゲと眉毛も試してないわ。この辺も試すけど、1、待て、2、数えよう。3、4、はい、5、6、7、8、9、10発か。10発で、なんだろう。ヤッホーイってなるみたいですね。ヤッホーイってなんだ？はい、次、24番、シュノーケルでドッキリな顔。シュノーケルね、なんだこいつは。こいつも目を打てばいいんですか？目を打てめーい。鼻でもいいのか、君は。鼻を打つとなんか舌が、どっか行っちゃった。何それ。ちょっと待って、目を打ちたい。おー、あ、目も効くね。左目と右目で色が違って、あと効く部分はなさそうだな。鼻と目だけか？おでこは？まあ、おでこはいかにも効かなそうな感じではありますが、やっぱり効きま、なんかこれ、後ろに壁があるな。後ろに壁があるのが気になりますが、どこ行った、シュノーケル。いた。こいつも10発か。あー、なんかかわいそうだね。そんな落ちていくことある？面白いけどね。まあ、変な顔シリーズが続きましたが、よーし、じゃあ今回は17番から24番まで遊んでみました。ちょっと変わり種が多かったイメージですね。風車トイコンは本編のね、鳥モードで使えなかったので、ここで使えてよかったです。シュノーケルモードは水中カメラと、あとおうちカメラかで使っていたんですが、よーし、じゃあ次回は25番から32番、
ゾウトイコンとトリトイコンで遊んでいきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。